4万人を引き寄せた宇宙ビジョンの下ろし方ということでお伝えしていきたいと思いますブレる理由って一体何なんでしょうね自分を根本的な理由で、えー、と満たしきることができる方法がわからない時に人はブレるっていうことなんですよね人を批判したくなるのも自分が本当の人生を生き切っていない時に人って批判したくなっちゃうんですよね私この っていうことが分かったとしたらば無我夢中で自分という最高の映画の主人公として上質的に生きることができるということなんですよね。あなたがあなたらしく生きるというためにはですねあなたが、はい、まず自分自身を大好きになっていただく必要があるんですね。自分が自分のことを思いっきり好きになれない理由というのは自分というものと存在はなぜか。 365日24時間一緒にいるんですよということなのでえ自分という人間だけはですねこれは包み隠さずあなたは裏も表も全部見てしまうということなんですね欠点っていうのを絶対自分は見逃すことができないということなんですよ例えばソーシャルメディアの中のインフルエンサーだったりとかすると あなたは24時間彼らの人生を見ていますでしょうか見ていないからこそ、あなたの中に理想を作ってしまっている。しかもメディアというのは欠点を紹介してくれますでしょうか基本的なソーシャルメディアであなたが目にするものというのは、素敵な部分のみばっかりということなんですよ。あなたがその素敵に見せられている部分と、自分の実態、企画、 自分のことを無条件に好きになれなくなっちゃうっていうこの論理わかりますか オッケー本質を見るというこの第三の目の海岸がなかったとしたら自分のことを無条件に好きになれない世の中になっているということです,ですからあなたはまず第三の目を開眼させてください。第三の目の海岸をしてください。はい、皆様今ちょっと一瞬目をつぶってください。この第三の目、えこの眉間のところにですね指を置いてください。 そうするとここにあなたの意識がいきますからねこの第三の目が開眼しているっていう状態を想像してください第三の目は基本的にはね縦に開く方が多いんですよねこの部分の、えー、目がですねふわんと開いているのを今想像してくださいこれがあなたの本質の目です太陽を想像してください光っている、 美しい太陽光が脳の裏側から入ってきて脳の中の真ん中に松ぼっくりの形をした消化体消化体のところに光が当たりその消化体というのがま,だまるでクリスタルのような輝きで太陽の光を集めてこの第3の目の裏側に当てているそして第3の目がピカーンって 光って全て本質が見えているというのを想像してください。オッケーですか？その光っている自分のえ、第三の目が全てあなたの真実を見ることが簡単にできます。こっから。 はちゃんとあなた自身が宇宙のビジョンを下ろせるようになります未来が見えていないっていう状態がビジョンがない状態っていうことなんですねでビジョンがない状態って一体どういうことなのかというとあなたが未来に対してめっちゃ不安を抱きますであなたが不安を感じている時って不安が不安を引き寄せ ほらやっぱり私の人生ダメじゃないっていうことでますますあなたの人生は、えー、地上あり地獄に落ちていくっていうことになっちゃうんですよね。その不安っていうのを消していくことができるようになるのがこれからこの、ね、開いた第3の目を使って見ていくビジョンっていうものなんです。か。 この地上にいる定時の自分として見ている場合っていうのはあなたの視野は大抵の場合は海底の場合はビジョンが下ろせるようにしていくためには視座を上げていくっていうことが次のステップになります。 視座を上げていくですからあなたが視座を上げていくということによって未来がいくらでも自分で見れるようになるよということなんですじゃあ視座を上げていくっていうことは一体どういうことなんでしょうか、えー、これはあなた自身がどんどん自分の視点を上げていくということですオッケーですかでこれも目をつぶってやっていきますまず定時の自分っていう自分の視点っていうのがあります OK、ですかそしてえあなたが死座を上げていくっていうことはですのでまず自分からスタートします自分の次にあるのが家族家族の次にあるのが、えー、自分の地域ですね。 地域,地域の次にあるのが自分が住んでいる都道府県都道府県の次にあるのが日本日本の次にあるのがアジアアジアが終わったらば今度は地球というところになり地球が終わったとしたら今度宇宙っていうことになるわけですよね。こうやって自分の高さを上げていく感じです。 上げていくのはどうやってやるのかって言ったらば意識をするだけで大丈夫です。意識をするだけで大丈夫です。でこれから私の誘導瞑想をやっていきますのであのもうあの委ねて,てくださいえ。見えていない方も安心してください。人間の頭というのは6万から7万の問答を繰り返してるんです。あなたの脳というのはあなたの指令通りに動いていきますから。 宇宙に対して私のビジョンをもっと明確に見せてくださいねというお願いをしといてください。でそうすると宇宙がちゃんとねいろんな形で見せてくれますからね。 えそしてビジョンを生き出すとですね何が起きるのかというと宇宙からの応援がどんどん来るようになりますそうすると宇宙の応援からお金の引き寄せも起きますし仲間の引き寄せも起きますので何万というねあの協力者が現れそしてあなたのもとに7桁8桁9桁のねあの本当にあなたがビジョンを生きるからこそえたくさんのお礼金が集まってくるということになります、えー、それでは DONE HAVEN a m a z i n a y s e e YOU t o m o r r b y